野崎チャンネル。2023年 WBC 東京プールね、一次予選ということでね、日本対韓国総チェック速報でございます。さあ今日も安定的に車の中から解説ございます。なんとただいま11時40分、放送終了11時26分でございます。日本放送今日はね、見事に昨日より長い試合を解説戦い抜きました。その中で今日の試合ね、解説していきましょう。まあ、韓国はね、初戦オーストラリア戦に負けて、今日ね、日本に負けたら、まあ、99.9% ね、この2023年 WBC が終わってしまうっていう試合。逆に日本はね、初戦中国に勝って、今日韓国に勝てば、準々決勝進出は、ほぼ、99.9% 決まるというね、中での試合でしたけども、満を持してね、日本代表、ね、先発はダルビッシュ、ね、で、韓国代表、ね、先発はキム・ガンヒョン、ね、っていうところで、先発、両先発になりましたけど、まあね、昨日の大谷同様に、ダルビッシュもね、ゲーム BB にはね、投げましたけども、ライブ BB っていうやつか、ね、中日相手に投げましたけども、まあね、実戦の中でっていうところでは日本に来てね、初実戦になったっていうところでね、まあどういうピッチングになるのかっていうところはありましたけども、まあ今日はね、バッテリーが中村とね、ダルビッシュっていうところになりましたけど、なんとここからが佐々木チャンネルのいいところでございます。佐々木、毎日東京ドームに来てるっていうところでね、多くの選手の皆さんにね、試合前解説できましたけども、取材ね、できましたけども、まずはね、岡本選手にどう、ね、緊張感、ないって言ってたけど、始まっていい感じって言ったら、いや、めちゃくちゃ緊張しましたと。いきなり試合始まったら、ぐーっと緊張感が出てきて、今までにないぐらい、びっくりするぐらい緊張しましたっていうところでね、試合前は本当にね、平常心でしたけど、やっぱこれがね、国際大会。しかし今日はナイスバッティングっていうところでね、岡本選手ね、5打数2安打1打点とね、まあその緊張感のある中ね、今日いい形のね、ヒットも打って、これでね、一気に解放されたでしょう。ね。でね、村上選手にはね、まあ、いろいろね、苦労もあるしね、不安もある、緊張感もあるけどもね、直接ね、国際大会は、どれだけ打つかも大事だけども、どれだけ打つかより、どこで打つかの方が大事だから、10打数4安打よりね、10打数1安打の、こことの一発がね、打てればそれでいいから、ね、思い切って今日も頑張ってっていうところでね、声をかけさせてもらったけどもね、まあ、今日もね、進塁打、そして犠牲フライとね、ヒットは出なかったけども、チームに貢献するバッティングはできてる。ね、これはもう最初に言うけども、ね、どんなね、NPB の12球団のプレントレースでもそうだし、国際大会でもそうだけど、全員が調子いいなんてありえない。ね。これはもう間違いない。どんな選手でも全員が調子いいなんて。そして、全日程通してずっと調子いい選手もね、そうなかなかいない。だからね、チームでやってるわけだから、調子いい選手は調子いい選手で頑張って、ね、今調子上がらない選手をカバーする。ね。で、そのカバーされた選手がね、ここぞの場面で必ず恩返ししてくれると。ね。俺は信じてる。ね。2006年の WBC だって世界一になったけどもね、福留がずっと苦しんだ中、周りのサポートもあってね、ね、準決勝、生き返る福留でね、ホームラン。ね。イチローさんも2009年、全く出なくてね、今いろんなところでインタビューね、答えてますけども、本当にね、イチローさんの思いっていうかね、その時の気持ち、ね、敬遠してくれないかなってね、思うぐらいのところになった中でね、最後ね、決勝のタイムリーヒットを打ったっていうところではね、今ね、大変かもわかんないけども、村上選手はね、今後ね、必ずいい場面でね、日本代表に恩返ししてくれると信じてるのね、今は苦しいと思うけどもね、なんとか頑張ってね、あとはね、周りでサポートしていこうっていうね、ところと、あとね、甲斐選手にもね、聞きましたけど、で、さっさんと YouTube 見ましたよと、あ、見てくれたのって、言ってる通りですと、ね、昨日見てくれました？行きたい気持ちはあるんやと、ね、スライダー。でも、日頃からね、なかなか組んでないから、どういう使い方、しかもピンチになればね、なかなか使い切れない、そのまでのストレート、フォークもいいっていうところでね、そういう、行きたくても行けない状況あるんやってね、昨日の動画で説明しましたけども、カイとね、試合も話した時に、さっさん、その通りですと。ほんと、行きたい気持ちはあったけども、行ける状況っていうかね、まあ、あの状況を考えたらね、間抜けたら同点になったわけ。で、しかもね、まっすぐスライダーが
良かったから、それでね、いきなり投げてないスライダー投げて、それいいかもわかんないよ。スライダー投げて、万が一甘めに入って打たれたらね、っていうところもあって、ストレートもフォークも良かったからね、それを続けたっていう風に言っててね、サッさんの解説通りで、そのままですって言ってね、分かってくれる人がいて本当に良かったですって言ったけど、言っといた俺はね、俺はね、自称だけど、キャッチャー守る会会長だからね、そういったところは、ちゃんとね、みんなに伝えれるように代わりに頑張るよって言ってね、ありがとうございますって言われたけども、でその横でね、源田が聞いてくれてて、それは一番頼りになる人がそんな会長になったらいいねっていう風にね、声かけてくれて、いいものはいいしね、ダメなものはダメね、もっとこうした方がいい時はこうした方がいいし、グッドもあるしバッドもある、それはねシーズン通してもちろんね、佐々木はね解説していくけどもね、やっぱりそういったところもね、やっぱ代表経験してそういった状況でねなる中で、どういう思いがあってどういう風にしているのかっていうところはね、しっかりね、まあ経験してるっていうところもあるからね、選手はねなかなか言えないから、まあ間違ったことねたまに言うかもわからないけどもね、できる限りねそういう選手の気持ちもなってね、なぜそうしたかっていうところをね、自分の経験上もね、考えて、そういったところはねファンの皆さんにも多くの選手にもね伝わるように、今回もね佐々木チャンネル頑張って、行きたいと思います。だからこれで言うとね、俺で言うと2006年のメキシコ戦のね松坂ね、1点も取れないところでランナーね1塁から挟んで、西岡が暴投掘ってね0対0のままワンアウト3塁になって、そっから松坂に対して2人の打者に俺は8球連続インコースのストレート投げて、三振センターフライでピンチを抜けるんだけども、まあ解説後で聞いたけど、ここはスライダーなんでいかないですかねっていう声あったけど、いやそれ行きたいのは山々だけど、ずっとまっすぐ調子良かったし、万が一スライダー行って甘く入ってあって打たれるのが嫌だったから、もちろんスライダーとかの方がね松坂出して良かったかもわかんないけども、そういうね一球の誤差っていうところが本当国際大会が命たりになるからね、それよりも今いいねストレートを続けようと思って、俺は8球連続インコースを続けてねピンチを出して、その後ね小川原さんのタイムリーで佐々木のホームランでね一気に勝ち切ったっていうところもあって、多分ね回にとってもそういうね感じだってね、ピンチを迎えたけども、でも最後ねしっかりきっちり打ち取ってるわけだからね、行きたいけど行けないっていう状況がねあるわけ。ここら辺はねやっぱりそのね気持ちをね考えてね、俺はね解説していきたいんでね、ぜひ皆さんねよかったら広めてあげてください。会のためにもね、しっかりね佐々木が言ってきたとこがね会の本心だったっていうところもね裏付けになるし、みんなもねそういう思いでね、応援ね後押しすることが大事だからね、こんなのも侍ジャパンね文句ばっかり言っててもしかないんだから、全員で応援していこうね、そういうね修正した方がね修正した方がいいというところはねしっかり言っていきながらね、それはね叱咤激励と思ってね受け止めてほしいっていうところでね、選手もね見てくれてるっていうところでね、皆さんねしっかりね佐々木も責任持って解説していきたいと思いますけども、村上選手にはねぜひねさっきのやつをねもう一回見てもらってね、どれだけ打つかよりねいつ打つかだからね、そういったところはねいいところで頑張ってもらいたいっていうねところが試合前の あとね中村選手にもね、あ今日スタメンなのって言って、あスタメンですって言って、めちゃくちゃ緊張しますねってね言ってて、でもねそれが国際大会だから、これもいい経験だからね、あと思い切ってやるだけだからってね言って声かけさせてもらったけどもね、まあ、そういった中でねみんな頑張ってるっていうところはね、選手の声をね皆さんにも伝えていきたい。さあということでね、ゲームに入っていった中でね、まあダルビッシュ先発っていうところで、初回はねワンツースリーとね3人のバッターを打ち取ってね、まあまっすぐスライダー、まあスライダーねいろんなスライダーをね使いながらっていうところになったけど、なんと韓国の先発キムガンヒョンね、2008年北京オリンピックではね、もうストレートスライダーのコンビネーションで本当に痛い目を見てね、韓国の金メダルにね大きく貢献して、で今はね34歳、今年35歳かな、だから当時北京オリンピックの時20歳ね、だからさすがにベテランになってきてるから、そんな前みたいな感じじゃないやろうと思ったけどね、今日も日本放送でね秋吉さんとね一緒に解説してたけども、えぐかった。もう1、2回本当にもう多分ね、まあ解説でも言ったんだけど、もう飛ばしてきてると、もういけるとこまで最初から全力で来てると、力感もあったし、ストレートも力強かった、スライダーも良かった、スプリットも良かった、これはやばいぞと思ってたのと違うと、こんな感じじゃなかったけど、これ北京時みたいな感じで投げてるから、これはなかなかしぶどいぞとね。だから初回もねヌートバーがセンターフライで、今度大谷と三振取るね、2回裏もね村上が三振、吉田がね、セカンドゴロ内野安打、これね、ドマンが悪送球投げてね、でその後岡本三振でね牧も三振と、これはやばいかな、ちょっと接戦思ってた流れと違うなっていうところでね、3回表ね、神戸港がセンターへね、二塁打ね、昨日二塁打打って興奮してね、足離れてアウトになったこの神戸港ね、今回も同じように左中間にね、打って、今日はね、ベース上で絶対離れないぞの中でガッツポーズだったね。で、その後ね、ヤンウィジーね、これまあね、
外のね、まっすぐスライダーが多かったから、ちょっとツーシームも使っていってね、幅使おうっていうところでね、まあ、進塁打打ってくるかもわかんないっていうところもあったと思うんだよね。どういう攻撃してくるかわかんない中で。で、ツーシーム行って詰まらせて、でね、まあ反対方向に進塁打打たれないようにっていうところもあったけど、だからそっからインスラ投げたんだよね。そのインスラがね、真ん中身に入っちゃって、多分ね、これ1、2の3でね、衝突しちゃってね、ちょっとストレートがね、タイミング合ってなかった中でね、スライダーが合っちゃったっていうね、ところで、このツーラン、おーっみたいなね。これはまだね、明日いろんなことでね、話聞きたいと思うけども、キム・ガンヒョンが良かっただけにね、おっと、これはね、想定外と思ったけども、まあまあまあ、捉えたのは仕方ないと。で、その後、2アウトになっていくキム・ハソンのこのね、サードゴロ、村上悪送球だけど、投げた瞬間にね、抜けたん、多分ね、もう投げた瞬間に上出てたからね。だからね、この WBC ボールっていうのは、先発投手陣がね、ピッチャーが、この投げるのが難しいっていうところはあるけども、野手もね、何気に全く指にかからなくてね、縫い目がね、全部縫い目が一つも指にかからなかったら抜けたりするんだけど、まあそれがあとね、ちょっと丁寧にやりすぎたかな、村上ね。まあ打つのもあれだけど、まあちょっと投げるの丁寧にやりすぎてね、ちょっと抜けたって、で、ランナー二塁になって、このイ・ジョンフね、このイ・ジョンボムの息子、ね、来年はポスティングでメジャー挑戦ね、ほぼ間違いなしって言われてるこのイ・ジョンフにね、初球ね、インコース、多分これね、ストレートだったと思うんだよね。めちゃくちゃいい球だったのよ。インコースね、ストレートが。で、それをね、コンパクトにね、で、ライト前ヒットを打って、ちょっとコンチャのね、球が高騰しちゃってね、3点目。この1点がね、ちょっと嫌だったね。いやー、これはちょっと嫌だなっていうところでね、この3回裏ね、最低1点でも返しときたいねってね、解説でも言ったけど、なんとね、源田がね、粘ってフォアボール。このフォアボール大きかったね。で、その後ね、盗塁成功して、これ源田スタートめちゃくちゃ良かった。で、中村雄平もフォアボール。で、ノーアウト一、二塁になった時にね、これね、最初、ヌートバーね、バントしようとするのよ。バントしようとしたけども、引いてね。で、その時に、ファーストベンチの栗山監督がね、映像で映ったけども、ね、もうちょっとびっくりした感じで、どうぞどうぞ、みたいなね。もう、多分あれはね、ヌートバーが勝手にバントをしようとしたんだと思うんだけど、ベンとしてはどうぞどうぞ打ってください、というところでね、このね、バントの姿勢、なんとしてもチームとして勝ちに行くんやっていうね、自己犠牲も厭わないぞっていうね、形が出るこのヌートバーの姿勢、素晴らしかったね、あのバント。あれバントした瞬間にね、これはもうね、本気でね、世界一になろうとして、ね、来てるなっていうところは見えたね。で、その後、きっちりね、粘りながら。で、これね、2-2 からね、低めのスライダー見逃したんだよ。やっぱりね、選球眼の良さがね、出てる。ね、あれ振ってもいいところ、めちゃくちゃいい球来てたんだけども、あれを見逃して、3ボール、2ストライクになって、ボール投げるわけにはいかない。その中で甘めのスライダー来たところ、きっちりセンター前ね、タイムリーヒット。で、しかもね、これがね、センター若干宇宙側に抜けていったからね、ファーストの近藤選手が三塁まで行けたっていうのも大きかったね。でも、この頃になってたら、キム・ガンヒョン、初回から飛ばしてたから、もうね、秋野さんも言ってたけど、ガス欠。躍動感なし、球にキレなし、一気にね、トーンダウン。だから当時な、韓国チームはキム・ガンヒョンをタイブレイク専用で用意させてたらしい。だからそれがね、分かったとこだったね。爆発力がすごかったけどね、やっぱスタミナなかったね。で、ここでノーアウト一三塁から、コンちゃんがね、ワンボール、ワンストライクから、センター前のね、タイムリーツーベース。これ若干インコースに来たやつをね、コンパクトに振って、フェンス。下の方だったけど、フェン直。伸びたね。めちゃくちゃ伸びた。本来は多分外野フライでも最低いいかなっていう思いはあったと思うんだけども、めちゃくちゃ伸びてセンターオーバーね。で、ノーアウト2、3塁になって、で、ここね、大谷翔平、敬遠。でね、村上。ね、打ちに行くけども、ツーボールから打ちに行くけど、翔太。これね、よかった。あそこはね、振りに行かなきゃいけない。ね。で、こういう時にね、さっきも言ったけども、誰かが打てなくても誰かがカバーっていうところでね、ワンアウト満塁から、吉田がね、センターへのタイムリーヒット、コンパクトに振ってね、これで、一気にね、4点で逆転。ガッツ。これ、よかったね。1点でもと思ったけど、一気にね、逆転できたっていうところはね、素晴らしい。あとやっぱりね、これ何回も言うけどもね、キーポイントプレイヤーはね、近藤なのよ。このチームの打線の。まあもちろん大谷あるよ。でもね、核はね、近藤なのよ。ヌートバーが出てね、近藤がさらにね、つなげるっていうね、完璧に近いね、この打順っていうところがね、うまく回ってるね。こう4対3でね、ちょっと1点差だとね、ちょっとピリつくなっていうところでね、で、まあ4回からね、今永が、投げるんだけどね。あと、源田がね、ちょっと気類で指ね、詰めたかどうかで、ちょっとこれ心配だからね、情報を待って、またね、解説したいと思います。でね、その後、今永がね、行動する中で、そろそろ1点ね、1点差じゃまたね、ホームランとかあるからね、オーストラリア戦韓国打ってるからね、この、その中でね、5回裏、なんてね、そろそろ1点欲しいっすねーって解説してたら、ね、フルカウントから、近藤選手がなんとライトへね、ホームラン、ね、
甘めに入ってきたところをね、フルスイングで、ね、この1点めちゃくちゃ大きかったね。この次の1点どっちが取るかってね、いつも大事になってきたところで、で、その後ね、あの、ピッチャーがガク選手に代わってね、大谷翔平ね、一塁線、もう、高速度より抜けていったね、打球の速く。で、ツーベースで、ノーアウトね、村上、セカンドゴロ、進塁打、ナイス。まあ、打てなくてもね、これ仕方ない。それは調子の波あるからね、その中でもしっかりノーアウト二塁でも、進塁打打って三塁いったことによって、その後吉田のね、ライトへの犠牲フライで1点入る。こういうチームバッティング、めちゃくちゃ大事ですね。誰が打つっていうよりも、誰かが打つようにそれをね、補っていく。ね、このチームプレイ。このね、6点目非常に大事だった。でね、その中で6回にね、パクコンウ選手にね、今永ライトにホームラン打たれるわけよ。これね、決して悪い球じゃなかった。アウトロー低めのところにね、この打ったね、コンウ選手がね、すごかったね。いい形で。この1点で、またね、ちょっとざわつくな、みたいな。これまた、後まで何あるかわかんないな、っていうところで、5回表ね、この源田選手に代わって、中野選手、いきなりライトへのスリーベースヒット。完璧です。これでね、一気に流れ掴んだね。で、その後、中村雄平フォアボール。で、ヌートバーがね、デッドボールになって、ノーアウト満塁から近藤押し出し。で、大谷翔平がね、初球ライトにタイムリーヒット。大谷はね、だから、なんかデータによると、去年からね、大谷翔平、メジャーでも初球ヒッティングの割合がめちゃくちゃ高くなったんだよね。で、それがいい感じだから、今年もそれを続けてやってるらしいんだけども、ね、その中でね、この WBC も、もう初球、ストレートだろうが変化球だろうが、もうストライクゾーンに入ってきたやつ、ほぼ高い確率で振りに行って、しかも、フォームのバランスも崩れずに、体勢も崩れず、しっかり振って、当たったら消えていくんちゃうかっていう、このね、初球からのヒッティングね、すごいね。これは相手にとってかなり脅威。で、ここでもね、ノーアウト満塁から初球をね、しっかりライト前にね、ヒットにタイムリー。で、ノーアウト満塁からね、村上選手犠牲フライ。こういうのも大事。ちょっとね、調子が悪くてもしっかり犠牲フライ。ね。で、1点入って、で、吉田選手がタイムリーヒット。で、岡本選手がね、またレフトへタイムリーっていうところで、一気に5点。これでね、まあ勝負ありだけども、まあ7回の裏にもね、ワンアウト満塁から、大谷翔平の時にね、ワイルドピッチ。で、フォアボール。で、村上ね、三振するけども、吉田がね、また押し出しっていうところで、まあね、結局13対4で、まあ解消っていう形になったけど、前半戦ちょっとざわついたね。キムガンヒョンの高騰と、このね、一時3点取られるっていうところではね、ちょっとね、あの、出会い頭がね、ミスが重なってっていうところがね、痛かったかなっていうところもあるけれども、それもね、全員でカバーよ。全員が調子いないからね、その後ね、あの、引き継いだ今永選手のね、ロングリリーフ第2先発ね、素晴らしかったし、でね、まあ、この松井選手ね、状態から上がらない中で、ね、今日投げれたっていうところも良かったし、まあ、宇田川、そして高橋宏斗と宇田川バリ良かったね。だから高橋宏斗はね、もう勝負どころの1イニングね、リリーフで任せてもいいぐらいね、これは素晴らしいピッチングだったと思うし、まあね、いいところも悪いところもミスもあったりして、ね、出たけども、その中でね、しっかり勝ち切っていくっていうところはね、非常に良かったと思いますね。まあ、ちょっとね、前半ピリついたけどね、でも勝てば OK。 これね、いろんなとこもね、総合しながらチームとしてね、成長していって、で、このまま第一プール、準々決勝、準決勝、決勝ってね、最後総仕上げてしていくっていうところがね、大事だからね、いいのも悪いのもあるけども、そういったところはちょっとずつ修正しながらね、明日のチェコ共和国戦も頑張っていきましょう。明日はね、佐々木、アマゾンプライムビデオでね、解説しますので、ぜひ、見てください。そして、お昼ね、キャスター中井、土曜日、出てますからね、そちらも、見てください。で、朝ね、テレ朝の、城島さんの番組、週刊ニュースリーダーだったかな、朝一から、出ますので、それも見てください。そして、FM 東京、明日ね、10時からかな、生放送、藤木さんの番組も出ますから、見てください。またね、頑張っていきましょう。ね。ということで、今日もね、前半ちょっとね、バタバタしましたけども、全体的にはね、完勝っていう形でね、やっぱりキーポイントプレイヤーは、今度、あ、そしてね、言い忘れてた。やっぱ今日ね、勝てたのね、この5回の、ワンアウト一塁からの2番キムハソンのセンターフライ。これね、ヌートバー、ダイビングキャッチ。素晴らしい。本当にね、昨日同様に今日もね、前にダイビングして、ほんと地面スレスレでもぎ取った。あれね、放送室から見てみるの、あ、これ落ちたなって正直思った。でもね、あれもし落ちてたら、多分ね、ツーベースになってたと思うの。そうなったら、ワンアウト二三塁でイジョンフで打たれてるから、これね、下手したら、ね、同点になってた。だからね、今日のもうね、守備での貢献度のスーパープレイ、ヒーローインタビューはね、もうだったけども、ヌートバー、ね、打つのも素晴らしかったし、このセンターのダイビングキャッチ、これがね、今日の試合の一番のキーポイントだったかもしれない。これ取れてなかったら、どうなって、このこんなぐらいの点差にね、なってなかったかもしれない。っていうぐらい、韓国のね、
追撃の芽を摘んだって言ってもいいし、日本のピンチを防いだって言ってもいいし、ヌートバーのあのセンターね、あの5回ワンアウト一塁キム・ハソンのあのスーパープレイ、これがね今日の試合の一番のキーポイント、これをね試合をね決めたって言っても過言じゃない。で打つはねやっぱりねコンちゃんね重要で、しかもね今日の試合はねもう言い忘れたことバンバン言うけども、このね源田中のね8番で中村っていうところね、下位から上位にチャンスメイクできたのよ。だから常にねヌートバーね、近藤っていうところの前にランナーが置いて、ヌートバーもね、1打点。で、近藤3打点。で、大谷1打点。で、村上1打点。吉田5打点とね、この、どんどん下位から上位へ、下位から上位へっていうね、この打線のつながりができたっていうところも、大量得点が取れたところから、そう考えるとね、やっぱり、まあ、ヌートバーももちろん素晴らしいけども、この近藤選手がね、まあ、今後もキーマンになってくると思うんでね、ぜひ皆さん、要注意してね、見ていってください。ということでね、侍ジャパン、2連勝というところでね、明日のチェコ共和国戦です。共和国戦も頑張って応援してね、3連勝。ほんで第1ボールね、1位で通過しなきゃいけないんで、ね、1位で通過して、準々決勝ね、A 組のね、2位と当たれるように、明日もね、必死で応援していきましょう。ということで、佐々木智也の WBC ソジックでした。頑張り日本、世界一へ。